山崎信義さん、関山和秀さん、ようこそカンブリア宮殿へ。よろしくお願いします。世界平和、まあ、今やってる仕事もそうですし、すごく一番最初に何を実現、自分の人生でするべきなのかとか、まあ、そういうことを考えた時にこういうところから出発しているので、まあ、今もやっぱり世界平和につながることをやりたいと思ってますし、少なくとも今のやっていることが、世界の平和だったり、まあ、人類共通の価値に対してすごく価値のあることかどうかっていうところは一番自分にとっても大事だと思っているので、初心忘れるべからずじゃないんですけれど